どうもどうも井上までございます。なあミルクサッです。やってきましたビルアカビルブ、さかがりびきをこちら飛んでました。 2024年編台所事情、はいはい、水戸ホーリー北編でございます。お願いしますて、こま,まで参りましょう。関東まで来ておりますということですね。そうですね。えー、全チーム網羅でございますけども。やってまいりますので、ぜひ応募よろしくお願いします。えっと、水戸もね、うん、ちょっと実はね、北関東の3チームは結構似た傾向あるんでね、の感がありまして。そうなんですね。うん、水戸もね、かなり、かなり特徴を持ったチームなので、皆さん、どんなチームになってるのか。 見ていただきましょう。お願いします。ミラーカマンチやってましたル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、うん、水戸の台所事情今年こんな感じになっております。うん、うん、うん。 はい。ということでですね、はいうん、縦軸が年齢のものになっております。はい、上に行けば行くほど年長者、下が年長者ということになっています。うんはい、あとは横軸はポジションで表しておりますで。あとは選手の名前の左側に星マークがある方っていうのが、うんうん、この収録時点までにおける出場ランキングは1位から11位。うん うん、あと上矢印マークがついてる方は、出場ランキング12位から16位、あとはまあ十字マーク、梅田選手ですね、はい、まあ怪我っていうところがあったのと、うん、あ,あれだ、レーは、こうなんかいたね、えー、レーはレンタル組ということでございます闇、うん、とは相変わらず綺麗な年齢分布といいますか、そうですね,ね右肩下がり方。 そうなんですね。絶対ありそんな感じになってるかなと思いましが若くなっていってるっていう感じですけどもね。そうなんですよ。ほ本間幸治先生がいらっしゃいますからね。素晴らしいでございますけども。これ実際、年長で90年の1個、1990年まで以1個にいるけどもっと上ですからね。き抜きまくってますからね。はい。という感じでございますが、これね、もうそう、我々順番的に栃木の方を先にちょっと収録したりしてましたけど。 なんかさ、うん、栃木と同じで、この水戸も2001あたり多くね、うん、そうですね本当にそうですね、うん、このゾーンがしっかりされてる。うん、そうなんですよ、うん、だから、ね、実はね、3つだけ僕、ちょっと特殊な形になるかなと思ってるのか、ポジション別で言うよりも、ちょっと先に年齢別でいろんな話をしておきたい、うん、な,るほどなるほど。はいうはい、はいはい、ことでね、うん、もう一個、ちょっと、まあ、ほぼ同じ表なんですけど、ちょっとこちらご覧くださいはい。 ちょっと黄色とピンクの囲みが入ちょっと入ってきました。要はこういうことじゃないかなと思っていて、まずは,いはい、はい、皆さん、やっぱりこう水戸の、ね、サポーターの皆さん的にはちょっと、なんでっていう人もいるかもしれないけど、うん、まあ水戸はそういうチームだからって,って話しますが、水戸ってさ、うん、夏と冬にあるこの移籍のタイミングですかいいや,いや,いや本当で新陳代謝のチームというね毎回2、2> はい、3人ぐらいずつ J1 に行くわけですから。はいはいはい この要は黄色のゾーンの方から出場だとかいわゆるデータが混んできた方が順ぐり順ぐり J1 行ってる感があるんですおそ、はい、ら,らくこの夏ももしかしたら可能性はだからやっぱ安藤選手とかもう一回 J1 挑戦とか。はい あとは北九州からやってきた野瀬選手あたりのこのアタッキング、やっぱりすごいねっていうことで、どっかの J1 チームが勝っていくかなっていうケースは僕はありうるんじゃないかなと思っていたで,、はい、でこ,の黄色組にこの黄色組の方々も要は数年前を要はピンク側にいたわけですよだから2、3年ぐらいかけて、水戸でちゃんと出るデータを残せる、水戸の超主力になっていくっていうフェーズを経て、うん J1 っていう流れ作り出していってるのがすごいあるなとそういうチームってイメージですよね選手もも入りたたがるるししみたいなところもあるででょ、うん、そうですねだから、まあ、ちょっと戻しますけど、うん、次はだこの2001年生まれ組のところがだんだん今シーズンの後半になってきた星マークとかが突き出してきて、うん、来年あたりになってくるとまた J1 挑戦を伺かうようなこう都市力ってところまで成長していくんじゃないかな。うん、なるほど っていうところでございます、うん。育成型チームのお手本のようなね、見とはそうですよね。だから、ね、同じようなモデルをこう作ろうというチームも増えてきてるっていうことでしょ そうだと思いますね実際、これだから今までもはあんまりこう言われてなかったですけど、ちゃんとそのね、移籍するときってのは、移籍金っていうのがちゃんとあるわけで、スポンサー収入以上にそれううこそ入ってくるケースとかもあるわけですよね、何億、うん、とかっていう単位で。まあ、そうってことはやっぱりそうやってちゃんとこう伸ばしていくって作業は、チームとして絶対大事なことって,って前田大然さんとかもね、この流れが、ねね、いらっしゃったわ,わけですから。はい <で>うん、ただ、それでよかったんだけど、うんまあ、水戸というチームはもう一個、モデルがちょっとほの g 2チームと比べてもできちゃう可能性があって、はいょはい、ちょっとここに入れてなかったので、ちょっとごめんね。小野君、ちょっと使わせてもらいますけど、はいはい、あのね、もともとはパリスダのこの2003年生まれのところに、もう一人、選手がいたわけなんですよね、松田颯君、うんうん、去年の夏にあ。あのオファーだ そう定型うだ。はいはいはい、と提携、うん、があって松田君はアン u ー2 3のハノーファーのチームに行きました。はい、で本当はそれでいわゆる1年間の武者修行の予定だったんだけど行ったらそこからずっとスタメン取っちゃってすすごいっすね今のトップチームに行くかどうかみたいな話をしてるんですよ。これ多分ハノーファーからしたらもうラッキーぐらいのことでしかなくて。うん でもうすごい安い金額でええもん取れたワーカーが今ちょっと出てることだなるほどでだからそれもあってなんですけどうん、うん、水戸とこのハノーファーは3年間連続でこの武者修行のレンタル受け入れってことやるんですって。うんうんうん、水戸藩からね。あそう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 。いはい、だから松田君一人も行ったけど今年もう一人夏絶対生まれます。多分だから年齢的に次はキーパーの春く君か。 コワードの内田くんかとか、多分そのあたりになってくると思うんですけど、で、さらにその1年後は多分ロス世代あたり、イカリくんとか、小野くんとか、そのあたりが行くってことになってくるとは思うんですが、だからもう、水戸は日本に対しての移籍金のね、ビジネスだけじゃなく、ヨーロッパに対してもっていう取引先を得てしまったので、これはだから、より水戸に行きたいっていう人は、うん 若手の選手増えてくるんじゃないかない思いますね。うん、さっきマ麻、まあ、さんも言ってくれましたけどやっぱ大善っていうそういうパターンもやっぱりいたわけだから。水戸で、うん 出続けるっていうことが本当に世界につながってるぞっていうことまでなってくるので、うん、もう選手の皆さんとしてはモチベーション高く、これから入る方、キャンプとか、あとはトレーニングとか、とりあえずこう練習参加でこう来るような学生たちも、こぞって結構、未踏を選ぶっていうケースはあるじゃないかなと思っております。うんうん、はい。っていうところで、あとはポジションですもいっといろいろ見ていきましょうと。はいはい、はい。もうここはもう分かりやすいというのは、まあ、キーパー松原選手に、うん、まあもちろん大ベテランの本間選手がいて、うん だから本間選手いると、も松原選手、中山選手、もベテランというか、もう中堅ぐらいな感じも見えてきちゃいますけど、うんうん、あとはさ、たもうその下のところで、春名選手も実力者っていう感じで、もともとアンダーニッチワールドカップのメンバーでもありますから、はい、まあ、彼なんかもっていうところで、多分武者修行行くの、彼じゃないかなと思いますけど、戻ってきて、あとはまたミトで研さん積んでってことが結構リアルなんじゃないかなと思いますあとセンターバックのところは、もう若い層が結構、スタメン掴んできてるってところがありますから、ここをうまく使っていくってケースはありそうですと。うんうん あとは水戸としてはちょっと想定型だと思うのが、多分松田隼人は戻ってくる想定で多分水戸側もいたと思うんですけど、うん、まさかの、多分戻ってこないということで彼はなると思うので、だからその枠として、まあ、今、中堅組とか大崎、後藤であたりはある意味では G1 側にこう流したいっていう考えも僕はあるんじゃないかなと思っていたりします。うんはい、あとは同じような形で、ね、えボランチにはまあ上側では長井選手がいるのと、あとは若手大卒ルーキー側では長尾選手が今土を掴んでいますが。が、うん 注目してもらいたいのが、まあさ、我々も結構中学生ぐらいから言ってきた、うん、えー、熊本県大津高校出身のルーキー、碇厚真選手ですかね。碇厚真選手だ。はい。はい そうなんです、うん、あのヒタンフレッチ広島の,あのコフィー翔太選手と同じように、はい、センターラインだったらどこでもできる2メー,ターな感じですから、うん、いやすごいぞ <laughs>。負けれるだ負けれる。そううだねもうそんな選手がいますが彼も,だからもプロのスピードとかに慣れてくれてあ,<ー>あとはスタメンとか奪いに行くな感じだったらミートさらにぐんぐんって感じになってくるんじゃないかなとはいあ,あとはもう黄色、黄緑緑の後はアタッカー軍団ってところをちょっと見ていきたいなと思いますけど。うんうんはい やっぱり今はまあまあ上の方とか年長組でいったらまあクロアチアの経験もある新井春樹選手とか、うん、あとは今年ね町田からレンタルやってきた黒川選手だったり、うん、まあ北九州からやってきた野瀬選手っていうところもあったりしますけど、うん、まあやっぱりちょっと注目しちゃうのはえアンダー20日本代表世代でもあった幸田秀正選手ね。うんうん もう彼あたり、ギュン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 、ドリブルで切り裂いていってっていうか、次の松田から代表とかってところも狙っていきたい世代だと思いますから、彼なんかも。はいはい,、はい。ってか、なんだったらさっきの松田颯に次ぐヨーロッパ組、この多分、コーダ 怒り春菜はるなこの辺りなんじゃないかなと思いますので水戸から海外に行く選手がもしかしたら数年以内にもう何だったら10人ぐらいになっちゃうかもしれないですねじゃ、うん、あすごいね夢ありますね夢あるよねあ集まれから行って行為になるわけですね新しい施設になるかもしれない <laughs>、ね、<laughs> このうち水戸のドイツ支部とかできちゃうかもしれませんけどね素晴らしい試みはいはいはい あと、ただやっぱりこのチームをフォワードをすごい育成することもやっぱその昔のね大前、はい、あと林良平っていう時もありましたけど、やっぱり草野選手の,そのパワークルさ、梅田選手の、ね、ドッカンっというところの魅力もありますし、ゴリゴリいける安藤水樹選手もいれば、やっぱりこちらもパワークルされてた寺沼志門もいて、われわれあとは東京 U18 時代から見てる久保誠一郎なんてもいますからね、なんかいろいろバラエティーにどんだり面白いフォワードたちがたくさんいますから、はい、誰があとは抜き出てくるかっていうところも注目していきたいなと思います。なるほど 素晴らしい。なるほどね。楽しいチームですね。あ、うん、はい。飛び立ってんのが良かった。集まれからね。そうだね。<laughs> 行って来いってなんだよな。<laughs> はい。まあ、でも帰ってきてほしいっていうのもあるから。 まあそういう気持ち入っちゃってるから。はい。ね。はい。ということで、ミトの話でございます。ありがとうございました。ということで、このシリーズ全チームやってまいりますので、またよろしくお願いします。お願いします。チェックしていただきたいと思います。ということで、ミルクサッカーアカデミーと申します。毎日やっております。いろんなテーマでやっております。チャンネル登録、高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。お願いします。といましたナオミルクサトでした。ありがとうございました。また。